メリカに着くに決まってんじゃん。レコードチャイナ、2020年5月28日。日本と韓国は米中どちらに着くのか。中国メディア。韓国の大統領はムンジェイン、北朝鮮系って言われてるので、北朝鮮大好き、北朝鮮のスパイみたいなやつなので、中国側に着きたいんやろけどね。日本は日米同盟があるので、アメリカに着くに決まってるやんかいさ。記事によりますと、中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は27日、アメリカは同盟国に、アメリカと中国のどちら側に着くかの選択を迫っている、とする記事を配信した。記事はまず、安倍晋三首相から25日の記者会見で、アメリカ、ウォールストリートジャーナルの記者から、今アメリカと中国がウイルスなどをめぐって激しく対立しているが、日本はどちら側につくのかと問われ、中国とアメリカとの間で新型コロナウイルス感染症の発生源をめぐって相当厳しく議論が行われている。日本の立場はこの新型ウイルスについては中国から世界に広がったというのは事実であると考えている。今後の日本の役割としては、今回のようなパンデミックが起こった時に世界がどう対応していくべきかというそのあり方について提示をしていくことなのだろうとした上で、日本の外交安全保障の基本的な立場としては、アメリカは日本にとって唯一の同盟国であり、基本的な価値を共有する同盟国として、アメリカと協力をしながら様々な国際的な課題に取り組んでいきたい。中国も世界の中において極めて経済的にも重要な国だ。国際社会が期待しているのは、日本と中国がそれぞれ地域の平和と安定、繁栄に責任ある対応を取っていくことだ。中国がそういう対応を取ってくれることを期待したいと述べたことを紹介した。中国は経済的にも重要な国だ。だって工場があそこにあるんですもの。経済的に人質取られてるようなもんやさかい、ここが難しいところやねんな。続いて、安倍首相の発言について、中国外交部のジャオ・リー・チェン報道官が、ジャオさんやな。26日の定例記者会見で、ウイルスの発生源の問題を政治問題化して、汚名を着せることに断固として反対する。政治的猛獣が、科学的判断をしのぐべきではない、などと反発したことを伝えた。猛獣。自分で判断することなく、何もわからないまま従うことをやって。一方、韓国については、聯合ニュースが26日付で、韓国政府は新型コロナウイルス感染が広がる中で再演する米中の覇権争いへの対応を模索するため、28日に関係官庁による会議を開く。あら、同盟国じゃないのね。中国政府による香港国家安全法制定の動きなどをめぐり、米中対立が再演する中、韓国がこの問題に関して米中の間で選択を迫られる状況に陥るとの懸念も出ている、などと伝えていることを紹介した。ああ、中国政府による香港国家安全法制定。うちらは見てるだけで日本政府が抗議しないのは賢明やと思うし、もううちら関係あれへんし、っていう感じで見てるのが一番ですよ。余計なことに首突っ込んで時間取られるのは時間の無駄。アメリカに着くか中国に着くかなんて愚問。愚かな質問、言うてんね。中国に着くなんてありえないんですよ。この世の中のシステムとして、資本主義と共産主義や社会主義は常に戦っとかないといけないんですね。喧嘩しとかないと。この世の中のシステムを作った組織が戦いやー言うて。そういう風にしてしもてんから、いやめんどくさいとか思いながら、どちらについたら得かだけを考えてアメリカにつけばいいんですよ。で、アメリカはひどい言うて、反米保守を言う人たちがいますけど、反米を煽る人たちって赤い勢力の工作員かもしれんなって感じで、私は真っ向無視、勝手に言うといたらええやんって感じで聞く耳持たない。なぜならばアメリカの資本主義、中国共産党の共産主義、どっちがええかで考えたら資本主義の方がええやん。共産主義や社会主義って必ず暴力がつきまとって、共産主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔で、とてもいいことを言うけど、どんどん締め付けてくるからね、恐怖支配されて。この世の中には、せっかく工作員言うて、思想を共産主義に変えようとする奴らがわんさかいるのね。で、常に恐怖支配して、
心をコントロールしようとしてくんねんけど、私は対策としてなんかめんどくさいなと思ったら、いやーどうでもええわ、知らんわ、興味ないわ言うて剣もほろろ攻撃すんねんけど、アメリカはこういうことをやってきたからひどいやっちゃみたいなこと聞いても、いやアメリカについてた方がお得やで、共産主義者は暴力革命してくるし、仲間になったら最後恐怖支配してきたり、指令されたこと任務を遂行できへんかったら自己批判と称して仲間がボコボコにするからね。反米を煽って仲間に引き入れようとしてるやつはせっかく工作員やねんなって、ネトウヨガーとか言ってると、ああうちらとちょっと種類が違う人やねんやってニヤニヤしながらお話ししないようにしたらいいんですよ。工作員操られ系の人たちは会話してもらえないのが一番困るはず。何しかアメリカに着くか中国に着くかいう質問は愚問。アメリカに着くに決まってるやんかいさ、でええのよ。